高的奖牌跟我们分享。这里是他待会提到蛮多跟小朋友跟学生们一起来做黑客的时候的一些经验。那在开始之前，我先提醒大家一下，如果您有相关的提问，可以到 Slido， www.slido.com。那我们今天的代码是1280，我们有一个专属的提问区。那透过文字的方式，你可以把您的分享意见放在上面。那我们在会后会帮你跟讲者做询问。好，那我们就赶快入座。OK， 那我们先掌声欢迎贸易长官丹一小姐。整体的研究上呢，从六功能看，我们可以看到各个刚刚的一些障碍功能，一
的 失去的功能呢，其实是目前研究有很多东西是它为什么发生，还有一些有待商榷的地方。そのため環境でどういうふうな対応ができるかというのを考えている必要性があります。因为它其实有些是先天的，有些是后天的，不知道它怎么发生的状态下，我们这个它所处的环境呢，其实 是怎么去支援它变得十分的重要。適切なサポートが学校やお家の中で受けられなかった場合は、目に見えない特性から理解されない、で理解されないことによる生きづらさが強くなっていくと、独自的に心の病だったり行動の問題が悪化していくということが挙げられています。那我们有看到一个痛点，那个痛点就是说，当这个有身心障碍障碍上有障碍的同学，他在学校或者他在家里得到挫折，他的有一些功夫更没有办法得到一定的理解的时候，他可能会生病，那他可能会加剧他的病症。那这时候呢，他会有很多的，就是需要支援，很多难处。なので、独自的な障害を予防するためにも、できるだけ早く小さい頃から早期療育、早めに気づいてサポートしていくということが求められています。所以整体来说，我们会觉得说，从小他能够成长的环境，学校到家里面，然后从小都可以给他一个友善的环境，可以去支撑他、支援他，让他可以就是相对的和平的跟这个生活相处，是一个很重要的课题。なので、イタリコでは子ども向け、大人向け両方のサービスをやっているんですけれども、先ほど紹介した子ども向けがイタリコジュニアで。所以我们有分，我们比塔利国这个公司呢，就有分针对小朋友，或是针对大人所提供的服务。で、子ども苦手なことばかりではなくて、今度得意なこととか好きなことをとことん学習していくためのプログラミングとロボットの教室がイタリコアンダー。除此之外呢，其实不只是学习的资源，还有就是小朋友他对什么议题课题是有兴趣的，比如说在 IT 上他喜欢做 programming， 那我们有通过一些 workshop 活动，让大家可以一起参与。あと大人になってから自分に合った職場とか職種を探して、そこを支援するためのリタイプワークするというところがあります。最後一個項目是小孩在成長的過程中，除了環境上的資源，他的興趣上的資源，最後他要就業。那這個就業上，我們也是提供一些輔導、就業的一些課程。全国で私たちが拠点を持って支援をしているのと加えて、あとは自治体ですね、行政と連携をして、学校の中での教育、障害児の教育などに対しても、スーパーバイズをしたりもしています。我们整体呢，在右边的地图上看到，我们在日本全国有各个据点，然后有一些活动。那我们是怎么运作的？主要是我们推动的活动之外呢，我们跟各地方的政府做合作，然后再可搭配出资源的一个机制。で、実際に都市部でしか今まだ拠点が持ててないので、来れないような間接的な遠いところにいる人たちの支援をするためにウェブのサービスを、リタリコ発達なり子ども向けのものとリタリコ仕事なり大人向けのものを展開しています。那除此之外呢，刚刚的据点其实日本的没有办法涵盖日本的全国的部分，所以呢，有些地方，比如说它的相对的交通环境没有那么的丰富的地方，我们包括线上的环境，我们制造一个线上的平台，让大家可以一起参与。で、あとは子ども向けのチープのアプリも作ったりをしていて、これが今まで10個ぐらいあるんですけれども、これを作っていた段階で、この業界にとことんエンジニアが足りないということに私たちが。然后其实我们有提供大概就是十多个的一些跟教育相关的 APP， 但是这些 APP 呢，我们在制作的过程中，我发现到一点，就是我们的工程师的需求量会非常的大。で、そこから生まれたのが、ソーシャルファイターアワードというものです。从那个痛点，我们就发现说，其实我们很多就是一起来参与，所以我们举办了这样的活动，叫 Social Fighter Award， 我们举办了一个像是比赛的活动。なので基本的には社会課題 と、テクノロジーを結びつける機会としてこれを設定しています。那这个活动的宗旨呢，主要是说我们社会上有很多的问题议题，想要一起去解决，然后通过科技是怎么样去做连接。で、特に教育に関しては結構大人が勝手に問題を抱えて作ってしまうところがあるので、子どもとの対話っていうのを一つテーマにしています。那我们在这个活动的筹办过程中，我发现一点，就说到教，讲到教育，大家可能都会觉得大人之间很努力的去想办法，但是都没有去听听看小朋友的声音。で、一回
回目が、学校攻略せよっていうテーマだったんですけれども、全ての授業をゲームにしようとか寝坊しない社会を作ろうみたいな形で子どもが楽しめるようなテーマでよろしくしました。但是我们就是 social garden world 这个活动，我们就想要打破这个成见，所以呢，我们就是我们设定了很多的任务，然后让整个活动的参与是两个小孩都可以一起，然后它游戏化。然后比如说我们要去消灭掉这个怎么样不要睡过头，或者是不要忘记带课本。でこの寝坊は私にとってもすごく深刻な問題だったので、それがきっかけで私の研究も睡眠課題の発達障害に関することにして、实际上呢对我来说早上起床要去上学也是一个非常辛苦的一件事情，所以呢我现在的我现在的研究也刚好跟睡眠有关系。で実際にやってきたやり方なんですけれども、アイデアソンを試みとしてハッカソンをしてアワード表彰するという3段階でやりました。那整体来说，我们这个 School by the World 有分三个阶段的活动，一个是点松，然后黑客松，我们另外还有一个颁奖典礼。まず、議論できる年代として小学校高学年ぐらいから対象としてブレインストーミングとかワークショップでアイデアを出してもらって、こうグラフィックレコーダーの人が絵を描くということで議論のサポートをしてもらう形でやります。首先呢，我这边想要跟大家介绍，就是我们通过中高年级的小朋友一起聚集，然后我们一起出点子，然后还有通过有一些 graphic designer 一起参加，我们一起画图，然后来想问题。実際にこれが、ランドセル、学校に通う時のカバンが忘れ物を教えてくれたら忘れ物しなくなるんじゃないかっていうこともない。在这个活动里面，我们出现一个很可爱的点子，就是说我们早上出去可能会忘记带教书课本，那我们生产一个高科技的书包，然后去解决这个痛点。で、その画面は、ゲームをするときにもちなみに使いたいなっていう彼は言ってます。所以呢，我们这个同时在这个解决方案里面，我们也增加了他的游戏的成分，让他有更好。で、実際にこの彼のアイデアをもとに、ハッカソンの時にエンジニアが、QR コードを取れば何が今カバンにあって何がカバンにないのかっていう判定ができるような仕組みまでは作りたいします。然后从点子松里面呢，我们出现了点子之后，我们来到了就是通过下一个阶段，有很多的就是 programmer 一起来做去解决的方案。比如说，我们在这个科技的书包里面可以呈现我忘掉什么东西，或我应该带什么东西，然后通过扫 QR code， 然后做一个记录。時間がないので、また後で。我有准备了两个影片，但是因为时间有限，所以我们先想稍微跳过。で実際のアワードではこんな感じで、子どもたちが審査員として半分ぐらい、ここの一番前にいる子どもたちが子ども審査員で、ここが大人の審査員という形で、大人と子どもで審査をします。这个点子，我们从点子松到黑客松，一直到最后我们要颁奖典礼。颁奖典礼呢，其实不只是评审，不只是只有大人，下面呢就是小朋友的评审。で、その時1回目の優勝したのが金沢さんという方なんですけれども、スマートクラスルームっていうものを作りました。那接下来这是我们的得奖的作品，然后它的它是透过一个比较特殊的一个我不知道怎么发问的一个 idea 的一个得奖作品。日本人の子供は小さい頃はすごく元気なんだけど、だんだんシャイになって喋らなくなっていくっていう子が多いので、分からなくなっても答えが分からないって言えないっていうのがクラスの一つの問題として提起されています。那这位就是得奖者金泽辉先生呢，他的点就是说，因为我们日本人其实蛮害羞的，然后有时候在课堂上，有时候不懂也不知道该怎么办，所以呢，我要解决这个痛点的时候，这个点子可以就是帮助大家。那で小さいボタンをクラス全員に配って、1回押したら分からない、分かったんですね。で、2回押したら分からないっていうので、学校の先生が授業中に何人の子供が分かってて、何人の子供が分からないのか、今、子供たちが分からなくなったのか、分かるようになったのかっていうのフィードバックを常にもらえる仕組みを作りました。然后这个点子下面可以看到，它有一个我们发给班上每个人的一个按钮，那按钮是按一下的时候呢是我懂，但是按两下，它不推之后就是代表不知道，然后老师就可以掌握整个状况，是说，我知道的同学的比例都不知道。で、第2回、また別で、それファイザーワードやったんですが、これは18歳以下限定、子ども限定っていう回にします。那另外我们班的第二届，这个第二届呢是以一个18岁以下的青少年或儿童的参加为主题。プログラミング教室と似たいコアターがあるので、そこに通っている子たちがアイデアソンも自分でやるし、ハッカソンも自分たちで開発するという形でやりました。
然后这个它有点升级，它就是我们不论是在出点子，或甚至到城市设计上，都是由小朋友自己去参与的。一つ事例が、この優勝者ではないんですけれども、すごい面白い取り組みだったので、それをお伝えします。那其实这个就是一个哦，它不是一个得奖的小朋友，但是这个点子非常特别，然后是在学汉字的一个就是解决方案。4年生なんですけど、Python を書くのがすごい好きで、プログラミングが大好きな子供です。那我们这个小朋友他非常喜欢 Python， 他自己自学了很多 Python 的功能。で反対に漢字の書き取りが大嫌い。但是他很讨厌学校的写字。で彼に言わせると漢字を書く練習をする意味が分からなくて、パソコンで打てれば分かるんだからそれでいいと思っている。所以他觉得实际的去写那个字前那个字，其实对他来说，对他小孩来说是没有意义的。他觉得反而是透过电脑，然后去认识这些字才是最棒的事情。所以呢，他想要用 Python 来解决它。でこんな時間を使うぐらいだったらプログラミングしてたいっていうのが彼の悩みだったんで。所以呢，那这个是这个他的平常生活上一个很大的烦恼。API を使ってプログラミングをするクラス API も入れて自動生成プログラムを作成しました。然后他从透过这个 Python 的 programming 呢，然后去认识这个文字，然后造句或单词，以及都可以一口气捞出来，然后他可以学习它。で、お題の漢字を入れるとその漢字がたくさん練習したように並ぶのと、その漢字を含む単語をいくつか出してくれるという形で宿題をやらずに済む。那它很像我们的作业本的呈现方式，那就是有字本身我们要学的东西，然后有很多的字跟很多的字的衍生字。これが学校の先生が認めてくれるかはちょっとわからないんですけれども、でもこうやって自分の課題を解決するっていうところから学んでくることがすごく大事だなというふうに感じています。这个小弟弟的点子呢，我不知道他的学校老师是不是被赞的。不过呢，我觉得他是一个针对解决问题这个方面的，他是一个天才。でこれらを通して日本の中ではすごく旧式な詰め込み型の教育がまだ残ってしまっていることと、プログラミングも知らない理系のことがちょっと苦手な先生がプログラミングを教えなきゃいけない、でかつ、子どもたちが自分で考えたり学んだりする機会がないっていうのが教育の中の課題として挙げられます。那我们呢有很多人的一个就是在日本的教育环境内有一些课题需要解决，然后主要分成三项，可能我们有一些填鸭式教育的一个导向，然后或者是说，假设政府单位想要引进这个城市语言的教育，但是其实老师们不会城市语言等等的，还有很多的课题。でこれに対してハッカソンを子どもたちの学びの機会として入れることによって、実践的な学びだったりとか考えたことを自分で実装するだったりとか、あとは自分が作ったものが誰かに使ってもらえるっていう経験をしてもらえるなっていうのが学びとしてあります。那这样的话，还有一个就是可以需要去训练自己的思考能力，所以我们想要透过这个黑客松的方式，让大家可以一起参与，透过小朋友他自己去想观点、想点之后制造出来的东西，然后让别人用用看，所以这一整套都可以让他体验得到。でこれで他の国の人ともっとやっていくこともできたらいいなと思うので、とかカズラのスクールのプロジェクトと一緒に何かできたらいいなと思っていたりします。那我们接下来阶段就想说，我们不要只限于在日本国内，我们希望可以跟各个国家的朋友也一起有这样的交流。はい。で、関係者にまだ時間がないのでなっていくんですけど、ここからは他のいろんな会社の事例も取り上げ、時間有限、我所以简单做了一些日本的一些实际的案例的介绍。国内、国外含めていろいろな教育系の産業があるんですけれども、在日本产官学上面其实有很多的单位都在注意到这一件事情。一つ目がファンタムスティックという会社です。这边有一个ファンタムスティック这个公司来开发，来开发那个 APP 的公司。でこれがもともとゲーム会社だったんですけれども、子ども向けの算数のアプリを作ったら、勉強が苦手だった子とか文字が書けない子が勉強できたっていうユーザーとか親御さんの声をもらって、そう子どもたちの障害のある子どもたちに関心を持つようになったっていう代表のシェーンさんという方が言っています。原本它是一个游戏公司，但是呢，然后发现他们制作的游戏，比如说要做解算术，或者是他写学汉字的游戏，得到了一个无心插柳的结果，就是有得到很多家长的反应，是说，哎，我的小孩子更有专注力去学这些东西，甚至有一些身障的小朋友，也因为透过这个游戏，他的学习能力就学习的一点越来越高。
で、それがきっかけで実際に、特別支援学級とコラボレーションをして iPad とアプリケーションを貸し出ししたところ、子どもの座ってる時間とか回答の数とか、あとは正解の数が増えたっていうところで、ゲームが教育にやっぱり有効だよねというふうな実験をされています。我们通过这个备赛，我们就是举办了一个这样子的活动，然后针对一些特殊教育的小朋友，然后我们做一个的。那特殊的活动通过我们发给一个人一个 iPad， 然后通过玩这些游戏去了解这个小朋友的学习的程度，然后发现他们的回答的意愿跟正确的几率越来越高。次が Duolingo Note というものなんですけれども、今想要跟大家介绍的一个 Duolingo Note 这一个公司。自分の書いたノートが他の子とどう違うのかとか、使いやすい見やすいものなのかって紙のノートがわからないっていう課題があって、那ノートというのは就像是一个笔记本或是 N 字帖一样，我们如果有想到什么点子，我们可能会写下来，或是放在 N 字帖里面，那是同一个概念。フェルノートだと先生もクラスの全員もお互いのノートを見ることができるので、学び合いをすることができるというのも方法です。那这个公司开发的一个，不论是老师或者也是同学，大家可以透过一个数位的平台去分享大家的学习过程。もう一つが青いゼミというものなんですけども、现在还有一个叫青いゼミ，它其实是个补习班。無料でライブの授業を見ることができて、アーカイブが見たい時だけ有料になります。那它的机制非常特别，其实如果你的出席率越来越高，你就可以免费参加这个补习班，不用付学费。で、塾に通うよりも安くして、交通費がいらないっていうのと、地方の学生もこうすごい人気の塾の先生の授業が受けられるっていう形。那其实呢，青いゼミ这个公司这个 idea 其实是来自于说，因为大城市有资源，那小朋友可以去参加很棒的讲师的课程。但是如果说是外县市的同学，可能比较没有这个机会。但是因为有这个痛点的关系，就是这个青いゼミ就想到一个方案，让这个我们的老师或大家受欢迎的课程都可以透过线上去参与，而且也可以支援到就是经济上比较没有这么充裕的同学。で子供たちがゲーム買いたいって言ったら親御さんは否定するんですけど、塾に通いたいアプリでって言われて拒否するって親御さんがなかなかいないので、結構課金されると言ってました。那现在它是 online 的，它对小朋友来说有游戏化的概念，但是对家长来说呢，它其实不但可以省很多交通费、很多资源，然后或者是说还有一些是经费的部分，那其实也受到很广大的家长欢迎。で、あと最後がスタディークラスというもので、これはダイエットアプリとか日本だとよくあるんですけど、どれぐらい走ったとか、どれぐらい食べ過ぎたみたいなものが見えることでダイエットするのと同じように、どれぐらい自分の勉強が頑張ったのかを可視化できるサポートするんです。那最后一个想跟大家介绍叫做 Study Plus 这个app。那这个 app 其实有点像是我们的运动的 app 或者是减肥的一些计划 app 一样。那它把我们的学习的课跟自己想学的东西同样的概念化进去。ですのでまとめると、システムとしては先生を支援するとか学習塾の代わり参考書の代わりみたいなものが多い印象です。那所以这以上的介绍是我们想要就是透过我们各个资源的整合跟资讯情报的整合，我们不但可以支援到老师，然后补习班或者是说在学习者方面，他有哪些痛点可以做解决。あと教材としては算数とか語学学習とかプログラミングが多いんですけど、反対にそれ以外はなかなかまだアプリになってないものがあるので、これからもいろんなものが開発されるそうです。我们公司其实有发现到一个课题，就是整个我们学习的app 呢，其实是有算数学或者是学习语言或者 programming 的 app 其实很多，但是其他科目呢？那其他科目没有被注意到的科目，是不是还有可能？那是其他可能性，那是我们接下来的课题。ありがとうございます。谢谢大家。谢谢妈咪上的分享。那 slide 上面现在有两个问题，第一个问题很明确，妈咪上分享到跟小朋友跟学童一起做黑客松，那有没有遇到什么最关键的困难点？最近觉得最有克服起来最有成就感的部分会是什么？那第二个问题我想也是跟这个问题中点子中放在一起说，有没有什么筹办的方法，可以再多分享一些？如果我们自己也要做举办，那有没有什么要注意的事项？子どもとやる時の難しさっていうところでいうと、イタリア語の中には子どもと関わるプロフェッショナルの先生たちがたくさんいる。
るので、ここに関して会社の中でやる分には問題は特になかったです、ね、ただ、実際やるとしたら、子どもとの関わり方に慣れてる人が何人かいないとちょっとこうギャップが生まれてしまう可能性がいるので、仲介するようなファシリテートをサポートすることが人とか子どもの視点に立てるような人が、一定量混ざってる必要性がすごくあるので、那我们那时候在举办小朋友的一个钟的时候，有发现到一点，因为我们有请很多专家，然后这些专家其实不见得是很习惯跟小朋友相处的。那这个他讲的话，小朋友其实是那语言是不一样的，那次元不同的一个世界里面，我们要怎么让他有一个引导的？我们引导的角色就很重要。那引导要连边的话都可以听得懂，所以这个是我们那时候听到觉得需要去解决的问题。子どもが何をやりたいかを最初にヒアリングしておく。子どもが今何が好きかとか、子どもが今どんなことにハマって普段考えているかみたいなヒントを聞いてからやるっていうのが一つコツだなっていうのと、あと結局行くってなった時に連れてきてくれるのは親御さんなので、親御さんにとってそれがどういうメリットが子どもにとってあるのかっていうのを伝えておく。例えば自発的な学びとか主体性が身につくようなワークショップですよっていうのを親御さんにもちゃんと補給しておくっていうのがすごい。我们在举办活动的时候，我们有发现了两个非常重要的要诀。那那个要诀是说，我们要先聆听，因为我们的主角是小朋友，他们到底想要什么，或是有什么样的问题。那这一段呢是需要去做一个琢磨的。然后这个同时之间，带小朋友来的家长也，我们有发现也蛮重要。对家长来说，他为什么要带小朋友来这件事情？他带小朋友来有什么好处？比如说，他听到小朋友自发学习，我们需要让家长们去知道这些事情。上一个上面的问题大概就是这两个，那同时就掌声再谢谢Lovisa。